こんばんは。今ですね、夜の11時半です。はい。ちょっと今日仕事が遅くなってしまってね、とは言いながらもね、ちょっとやっぱトレーニングしたいのでね、サクッと肩トレーニング、肩のサイドとね、リアのトレーニングやって、で最後にちょっとね、ポージングの練習をして、終わりたいと思います。今からポージング練習するんですけど、なんか聞いたところによると、NPCJ の、フィジークの規定ポーズ、今まではフロントがあって、サイドがあって、バックがあって、でまたクォーターのサイドがあって、フロントっていう感じだったんですけど、どうやらね、もうフロントとね、バックだけ、規定2通ポーズになったようです。まあ、おそらくね、まあ、こう時間の、まあ、ちょっと参加人数が増えてきてるんで、まあ、時間の都合上というのが大きいんでしょうけども、今までやっぱサイドポーズ練習してきた身としては、ちょっと寂しい感じはしますね。とは言いながらもね、まあもう、そういうルールなので、まあフロントとね、バックを、練習していきたいと思います。